やがって。はい、ということで皆さん、今回はね、思い奏でるマーチングパレードガチャということなんですけれども、まあこちらね、全員バーチャルシンガーということでございます。めいちゃんとカイト兄はあれ報奨なのかな、報酬ね。いやこれちょっとやばいっすよね、マジで。いやちょっと限定髪型やばすぎ。いやちょっとやばいか、ちょっとこれ本気でやばいかこれ。いやーこれはね、もう絶対に当てときたいですよね。まあやっぱり、しかもね、あのバーチャルシンガー限定スキルもついてるんで、まあ最強ですね。ちょっと待って、もう一人の私、ニゴリンちゃんとリンちゃん開口してる。うわ、このシナリオ読みて。おい、カラッパレからの罠でしょこれ。カラッパレからの罠来たかこれ。レオニレン君ね。でレオニレン君に、はい、モモジャンルカさんね。まあスキルも強い、ビジュアル的なアドも高い。もうこれはね、絶対引いておきたいところですね。ってことで、まずはカラフルパレットさんからの与えられた権利、1日1回無料で引けるガチャをね、引いていきたいと思います。まずここで当てちゃったらね、幸先いいですよね。ってことで行かせてもらいましょうか。はいよ。まあね、ここで当てるやついないよな。まあ今のはね、まあ無料なんで、ノーダメージですよ。まあここからが本番。まずはね、セガさん、カラフルパレットさんに向けて、感謝の聖剣好き、やっていきたいと思います。聖剣好き一発目！はい。ルイか。ルイ、これ何の伏線だ？まあ、やっぱダショミクさんってことか。そう、2回はね、100クリスタルでね、引かせてもらえるんでね。まあここでまず当てておくことが、まあ幸先、アンちゃんね。なるほど。ねー。まあ、ここは一回落ち着いて、10連半額、カラフルパレットさん、セカさんから与えられた10連半額ガチャ、やらせてもらいましょう。ここでまずは、誰かを迎え入れるのが大事ですね。では、行かせていただきます。なるほどね。慌ててるやついねえよな！こんなところで慌てるやついねえよな！ほらほら、2枚も来た。エメちゃんかわいい。はっ、こちょこちょ来た。クソかわいくてワロだ。はい、ももみくさんね。なるほどね。いや、星さんもね、やっぱ当たると笑顔になる。それがカラフルパレット、セガさんからのプレゼント。それがね、プロジェクト世界。というわけで、22連目、まあ厳密に言うと23連目いきます。お、今ローディング長くなかったかな。これ来たんじゃない。お、ドアップ。いやーね、あのね、ミクサンドアップで昇格見たことないんで、俺、もう尊敬保証。アキト何言ったの？アキト、そんなポーズのやつあったっけ？こちょこちょ2連？こちょこちょ2連？マジかよ。こちょ2連は初めてだな。てか、アキトこれ気合入ってんな。そうか、報酬アキトこんなポーズだったか。俺もアキトぐらい気合入れてな。お前ら、ついてこい。おっと？今のもローニング長かったんじゃないの？これ？でもローディングとか忘れよう一回。あのね、完全にノイズ。あのね、今ちょっと iPad Pro でやってるんですよ。iPad Pro 性能いいからさ、そう、あのローディングも関係ないからあんまり。一瞬でローディング終わるから、当たりの時も。美味しいわね。ああ、そうだな。自分で引く星をもうめえぞ、アイリー。まあまあ30連まではね、サービス。セガさんとカラッパラさんにね、プレゼントしてるから。これね、プレゼントの気持ち。全く動揺しない。ここからがクリスタル消化だから。ガチャチケ使っただけ、ノーダメ。ここから、ジャーニーに出る。おぉ！あるよ、これ。おい、いいんすか、ちょっと。ここで決めちゃっていいのか？いいんですかね、まず、1枚目、ピックアップは？聞かせて。今のいつかの歌を。ミクピョン。ミクピョンですね。はい。しょぼぼぼーん。なるほどね。あー、カイトに。なるほどね。まあ、しょぼぼぼーんだね。
いや近づいてきてる確実に。じゃミクさん来てくれたからまずね喜ぼう。しょぼぼぼんじゃない、嬉しい嬉しい。まあすり抜けてくれる分にはね、あの準決勝たまるんで全然いいのよ。そうほらね、え何がホラなんだよ。ホナーちゃんこれ無法。よし行きますか。はい60。おっと今のさすがに勝ち確でしょう。今のさすがに、ほら来たー、今のローディングさすがに、さすがに何枚、2枚、いや1枚、いやでも全然これ確実に新規でしょう。ここここここピッカピピッカピッパッ、背中を押せるように。よーし、レン君来たというわけでね、ちょっと俺でかいか、画面かぶっちゃってるな、ちょっと小さくなるぜ。というわけでねというわけでレオニレン君来ちゃいましたよ。いや助かる、かわいいねかわいいし爽やか、いいね。やっぱギタークソかっこいいよな、これマジでありがたいですね。いや今んとこね、まあ、63連目で来たっていうのはかなり順調だから、あとはねこれ積み重ねていくだけ。そう今んとこ30連1枚ペースでもちろん引いてるからね、確率通り確率通り、あとはねこれをねつなげていくだけ、あとかぶりなしで。おお。普段3枚だけど今回4枚あるんだよ、マジできちいピックアップ3枚は地引きしないといけないっていうね、これガチできつい。いやーちょっと待ってこれ何パーなんこれ、 0.4% か、なるほどね。じゃああるわ、いけるいける、俺ならいけるね、こんな感じで 0.4% ぶち抜くのね余裕ですから、こんな感じ。慌ててるやついる、ちょこれかわいすぎる1位か、俺だ。お来たんじゃないこれ、これ来たんじゃない、えマジガチ、あ来た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 、すいません勝利宣言、勝利宣言いいですか自分。これは2枚目でしょこれ、はるかからそろ次かな、あかなでかわいい、次か、うわミクミクちゃん来たー、やだしょミクさん来ちゃー、やべーもう輝いてる。いやっていうか、えワンダー、あのねワンダーランスショータイムの世界なんだけど、世界やっぱナイトアップでこれこんな輝いてるのすごいね。普段はね夜っつうか昼っつうかみたいな感じの背景だけどね、夜こんな綺麗に輝くんやなっていうこの美しさ、いやいいね、魔法かけてるもんなミクさん。あキラキラ笑顔の魔法だもんね、タイトル、あのサブタイトルが。あそれ別にこのサブタイトル見て魔法って言ったわけじゃないんだよ、指から魔法出てるなと思って。さすがカラパレさんやわ、いいイラストだね、いやマジで嬉しい。てかこの特訓後もねすごいこのキラキラしてる目マジ可愛いんだよな。ジャーニーのポコポコパンチこれやばすぎだろ、破壊力ってなわけでね、残り2枚、えめっちゃ順調じゃん、これ仮点までにね1枚確定させれればねいいから。そうそうなのよ、ピックアップねかぶりなしで引ければね全然 0.8% あるから、まだ 0.8% あるからね実質。くさ、まあ大丈夫 0.8% ある、安心してください、まだね慌てるような時間じゃないから、まだ合ってるような時間じゃないから、なんならこれ投資か、うん、ペガとパラパレさんにあの投資してるは最低保証いやいやいや、すごいわね、あはあああしずく、あ始まった、これねしずくのおかげで勝てるから、俺しずくはね縁起物というか俺にとっては幸運の女神なのよ、これはね、いい流れ来ると思うよ。あら今のアクトかっこよくね、ミクキー、ワン
だか様子が。やしろ、なんだか様子が。めいちゃん、めいちゃんも幸運の女神だから。そう、めいちゃんとしずくさんは本当にもう勝手に来るから愛されてる俺、幸運なことに。おやおやなるほど。まあ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 、まあ、200連までにね揃えばいいからまあまあまあ慌てなくていいから。あみんな、あデビルカさんめちゃくちゃ可愛いんだよな、マジ。全ルカさんの中で一番好きかも。ああ面白いやばいやばい、ちょっと塩気が、ちょっと塩気増してきたか。ちょっと塩辛いかこれ。涙涙か。みずきかわゆ、みんなみくよかわゆ。なるほどね。いやまあ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 ね。ちょっとあと58連って考えるとね、追い詰められてる感じになるけど、いや違うんだよ。リラックスリラックスして引こう。もうクリスタルないけど、あこれガチであるわ、ごめん。ガチであると思う今の感覚。勝った感触がした今。うん、ちょっと勝利宣言させてもらっていいですか。自分今ちょっとねありました、確信が。いや今のローディングの時間絶妙だったな。わからん、どっちだこれ、どっちだこれ。クリス進んでいけた、大丈夫よルカさん、今は急ぎたい今は急ぎたいな。はい、というわけで、ね、不思議な石がなぜか溜まっています。なぜでしょうね。僕は何もしていないのになぜか石が溜まってしまいました。これもね、いや、分かってます。あとはね、リンちゃんとね、ルカさんをね、引けというね、神からの啓示。それに応えなくてはなりません。このように啓示なんかなくても引くから、関係ねえから、この見ろよ、この雫の自信満々の。遺伝しずくをよ勝ちに来てるべ。あーやばい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 か、ちょっとこれ。ほらほら、オタマトーンのミクさんも泣いてるこの結果にちょっとオタマトーンのミクさんも泣いてますまあ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 、あと28年ある。まずここでね、決めること、ここで引くこと、この28年までね引くことが大事な。おっとー、え、マジである、マジである、マジである、これマジである。ちょっと待って待って待って、今のローディングまさか信じていいんだな、信じていいのかこれ。え、マジ、え、マジで運いいぞ。200連までに全部揃ったら本当ありえんぞ、普段だったら。え、マジ、え、勝利宣言させてくれ。今回は勝利宣言させてもらっていいか。さすがにこの前のカラフェスひどかったからな勝利宣言させてもらっていいかこれ。勝利宣言リンチはちょっと待て、可愛すぎるこのイラスト。会話想像しただけで頭おかしくなるこれこの二人の会話を想像しただけで頭がおかしくなるやばいやばい、公式からの供給がちょっと強すぎるいやー、りんちゃん来てくれた。これあとね、ルカさん迎えれるだけなんですけど、あとね18連のうちにね迎えれば完全勝利ということでね、それで決めましょう一回ね。ええ、これマジ、いや、あるよ、本当にある、これはあるよ、本当にある。お、2枚目しっかりなんてしてないよ、真冬ね俺はしっかりはしてない、部屋も汚いしね。じゃあ、あとは単発でね。はい、はい、おう、おう、いや、やめろー
単発単発マジで何も来ねえ。というわけでね、ここでミスったらあかんからな、マジで冷静にな、しっかり、エイム合わせてけ、エイム合わせるよ、ルカさんにエイム合わせろ。似合いすぎ、絶対似合う、めっちゃ来てくれ、今すぐ来てくれルカさん今すぐ来てくれ、それマジで、着せれるのいやマジか。というわけで早速ね、ちょっと着せていきましょうか皆さん。はい、というわけで早速まず衣装と限定髪型ゲットしていくぜ。はい、というわけでね、早速バチャシンのね方々に着せていきましょうか。まずはねルカさんから着せていきましょう。おおいや、すでにやばいが、すでにやばいが、ここでおおおおちょっと待って待って、めちゃくちゃかわいいが、超綺麗、ピアスもおしゃれっすね、マジで、細かこれ、ちょっとちょっと、うわ靴かわいい、ちょっとクソかわいくね、うわ背中もかわいい、いやちょっとこれやばいね、全部がかわいいんだが、いやー、ちょっとこれは無法たまんねえですな。あ、色もね、あ、これアナザーにもかなり合うね、まあ、オリジナルカラーもね、オリジナルカラー、まあでも、あ、消えちゃった、まあオリジナルカラーがね、やっぱ一番まあしっくりくるってのもあるけど、アナザーにも結構いいね。じゃあレン君いきますか。おおほほほほやばい、すでにかわいいねここでね、あー、待って、この髪型超似合ってる、かわいい、ちょっと、てか、あ、いいね、グラデーションかかってる服、クソかわいいな、どこをとってもかわいいですね、これは。まあ、やっぱこのちょポーズがね、ちょっとポーズがさらにかわいさ増してるところあるけど、いや、これ似合ってんな、めちゃくちゃいいね。てか、靴の後ろに星あるのもいいですね。あー、胸のところにも星あるんだ。いやー、これいいね。めっちゃおしゃれなんだけど。なるほど。これはでもね、踊らせがいありますね。なんか、ダショー系のね、ダショー系の MV とかで踊らせると結構いいかもですね。で、次は、リンちゃん。うわぁ！うわぁ！ちょ、やばい、メガヒット、メガヒット。これやばい。本当にやばい。本当にこれやばい。めちゃくちゃツボ。これマジでやばい。これマジでやばいな、おい、これマジでやべえぞこの髪型めっちゃ好みやわ、ちょっと目が隠れてるのね好きなんで俺いやー、ちょっとこれやばい、本当にやばい、めっちゃ好みだ、やばすぎる、ちょっとりんちゃんやばいですこれめっちゃ好み、この髪型、過去一かも、うわやべえ、困ったこれマジで、いやねー困るんだよね、こういうことされるとマジで困るんだよな、クソかわいいわほんまに。いやね、いや、いろんな髪型ね、いろんな要素あるんだよね。うん。俺、個人的にはね、やっぱ、ラブリーブラックベレーも好きなんだけどね。いや、リリーブマーチングやばい。いや、てか、まあ、リンちゃんが可愛いのか。うん、どことっても可愛いのか。これは本当にね、マジ、最高です。皆さん。ぜひゲットしてください。本当に。というわけでね、ミクちゃん行きましょうか。あー、もう可愛いですけどね。おー、やべえ、合いすぎ当たり前だけど似合いすぎてるこれ、うわーこれね、もうダショミクちゃんのためにやる服だねこれは、本当にもうね純度 100% 似合いすぎてて怖いわ、ちょっとこれは、これは本当に可愛いですな、いやー、可愛い、てか髪もね、これ耳から生えてるみたいな感じになってる、ちょっとなんか可愛いな、マジで。ちょっとポージング、ちょっと待って、ポージングみたいかも。いや、もう可愛い。おおキモあ、黄色もいい、あー、アナザーにもいい、おお、ちょっと待って、いや、あのね、赤もいいんだけど、黄色も青も、あのこの水色もありやな、シアンつうかこの辺もありやね、全然合う、
なんだろう、黄色と、これさ、黄色と赤でさ、これ帽子だけ赤ってのも結構これ似合ってる気がするね。このカラーリングですでに似合ってるような気もするけどね。いや、これはいいね。ちょっとマジで。というわけで、バーチャルシンガー限定ガチャでございましたけれども、あのね、まあ、みんなこの動画見る前にね、もちろんみんな不安になっちゃったと思うんだけど、あの、ヤシロ死ぬんじゃないかっていうね、PU4 枚。無事にゲットしました。ちょっと自分でもかなり引きになって今回思います。いや、なんとかなりました。本当に仮転ぶちがなくてよかったの気持ちで今いっぱいなんですけれどもね。はい。よかったらね、皆さん、プロジェクト世界のダウンロード、ついでに私のチャンネル登録、よろしくお願いします。というわけで、皆さん、3周年間近ですね。というわけで、はい。また3周年でお会いしましょう。ではでは、さようなら。